Je l'ai fait. Ça y est, je l'ai fait. クラリス、これが君の本当の力だ。君の力は仲間を守るためにある。私はまだ自分の力を信じられません。でもみんなは、神山隊長はそんな私を信じてくれた。私の代わりに私を信じてくれた。きっとこれからは私も自分に向き合っていけると思います。それでいい、クラリス。それが君の新しい力になる。その新しい力で。君だけの未来をつかめ。はい、私もう迷いません。これであとは脚本だけだな。最後のセリフ一緒に考えようか。大丈夫です、たった今完成しましたから。え、そうなのか。なんだろう、また胸の中がモヤモヤする。ポーズ、行くぞ。クラリス、決め台詞しっかりかましてくれよ。え、私ですか。最後の台詞は大切よ、しっかりね。わかりました。物語こそ力の源、どんな時も自分の物語を信じます。せーの、勝利のポーズ、決め。俺を信じてほしい、みんなを信じてほしい、そして君自身を信じてほしい。そうすれば君の未来を切り開けるはずだから。テミス様、興行は大成功、連日大入りで予想の 200% の収益となっています。2週間の延長公演も決定し、当面の運営費は十分確保できました。おめでとう、あなたたち本当によくやってくれましたわ。これで歌劇団大戦にも参加できますわ。あとは優勝するだけよ。やっ、どんな問題、やればできるじゃねえか。あたしらも任務達成、めでたい。アナスタシアさんの演技本当に素晴らしかったです。ありがとう。だけど今回の功労者はあなただわ、クラリス。本当に素晴らしい脚本よ。そんな、私なんてまだまだです。そんなことはないさ、クラリス。君は帝劇の打ち出の小槌だ。どん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 画家を、クラリス。帝劇が豊かになるなら頑張りますけど、ちょっと本音が見えたみたいで、私悲しいです。いや、もちろんお金だけじゃないよ。とにかくクラリスの脚本はお客さんの心を動かしたんだ。まさに物語にクラリスが込めた思いの力、君は素晴らしい感動を生み出したんだよ。おめでとう、クラリス。ありがとうございます。でも私一人ではできませんでした。
新しい私になれたのはあなたのおかげです、神山さん。だから責任取ってくださいね、申し訳。え？いいわね、ああいうのも。え？今の分かったんですか？クラリスはなんて言ってたんです？内緒よ。